では6月になりましたので、余剰時間の音の6月の使い方を本日はお届けしてまいりたいと思います。はい、ではページを開いてみます。こちらのページになります。ね、アジサイの絵柄がありまして、まあもうこれを見ただけで6月だなというふうに思いますけれども、ね、まあ、今年は梅雨が早く入りましてね、すごくジメジメした日が多いんですけども、まあ、こんな時だからこそどういう過ごし方をしたらいいのかをぜひ教えてください。はい、6月はですね、24節気で言うと芒種と夏至が入るんですね。芒種は稲とか麦とかを持つ穀物の種をまく時期というところなんですけども、夏至はですね、ここでは1年のうち最も昼の時間が長い日というふうに書いてます。夏至はですね、一番陽のエネルギーが最高潮に伸びきってる時なんですね、うん、なのでエネルギーも本当はすごく高まってる時なんです。で、そこを極まってるからですね、昼が一番長いってこと、陽のエネルギーが一番強い、うん、そこを境目にして少しずつ陰のエネルギーが入ってくるような感じなんですね。だからこの時期まだ一つの変化なんですね。陽から陰の方に少しずつ変わっていく最高点っていうところになるんですね。で、この時期にはですね、実は暑さもあり湿気もありっていうところで、どういうふうにじゃあ過ごせばいいのかって、両方とも対策が必要なんですけども、まず湿気の対策なんですけども、ちょっとしめしめすると体も自分の中に、湿気を溜めやすくなってくるんですね。外の湿気が侵入してくる。で、もう一つはですね、食べ物の影響とかがあったら中から湿気を作り出す場合もあるんですね、うん、なのでその湿気をじゃあどういうふうに食べ物で巡らせるかというと、3通り方法論があって、3通り、一つは加湿っていうんですけども、変化の加で加湿なんですね、はい、うん、加湿っていうのはこういう形からああいう形に変わっていくのが変化の化になるので、なかったことにする食べ物化なんですね、あったものなかったことにするするために化の食材というのはですね、香りがいい食材なんですね。ミントだったりとかですね、シソだったり、そうやって香りのいい食材を入れることによって巡りが良くなるんですね。気を巡らせて、結果湿気も巡らせてなかったことにしてくれるような感じが、乾湿が一つの方向性、もう一つは喪湿と言いまして、乾燥の層なんですけども、乾燥の層は体の中から乾燥させましょうみたいな、はい、湿気が多いからですね。で、それはちょっと発汗作用があるものを食べたらいいんですね。生姜だったりですね、そんなんで、発汗作用があるものを食べることによって乾燥させるって意味がある。もう一つは利湿っていうんですね。利湿っていうのは、利尿作用の利って言って、この下からですね、下から利尿作用をもたらせて、例えばウリ類とかキュウリとかありますよね、そういったものは利尿作用が、冬瓜とかね、たっぷり出ることによって中の質を取り除くっていうことがあるんですね。だけどもこの時期にやっぱり一番気をつけなきゃいけないのは、胃腸を冷やさないこともあるんですね。胃腸が冷えるとむくみが取れにくくなったりとか停滞しやすかったりするので、胃腸を冷やさないっていうことがとても大事なんですけど、どうしても暑いと冷たいものを飲んだりする。そうですね。なのでこういう時だからこそ、暑い時だからこそ、実は陽のエネルギーは外に向かって上の方に向かっていくので、実は内面の内臓は冷えやすい時期なんです。特に胃腸とか冷えやすい時期なんです。外側の方にエネルギーがあるからなんですね、はい、なのでこの時期は冬に比べても気をつけなきゃいけないのは、あったかいものを食べるっていうことが大事なんです。これポイントですね。そうなんです。どうしても暑くなってくるので冷たいものを飲みたくなる、はい、そうなんです。季節ですけれども、そうなんです。あとはですね、この湿気っていう対策も必要なんですけども、 あとはですね、この発散しすぎてって潤いが不足してる場合もあるので、この時期にオクラとかね、山芋とかも両方とも胃腸の胃粘膜に働いてくれて潤いを、出してくれるっていう効果もあるので、ちょっと汗を出しすぎたという時にはですね、潤い効果もとても大事なので、はい、体にいい水分を入れるという意味では、オクラのそのネバネバだったり、山芋のネバネバだったり、そういうの潤いにもなりますし、元気にもなると思うんですね。
はい、なるほど。いやすごいですね、やっぱりこういろんな乾燥外に、うん、そう水分を出す知恵っていうのがあるんですね、うんうんうん、そうです、ありがとうございます。では次で、宇宙が星に託したあなたへのことっていうことです。今回は双子座と水星、そうですね、はい、で、あの、まあ、双子座っていうと2人でしょ同じのが2人ですよね、はい、でこの時期に気づいていただきたいのは、今認識している自分と実はもう一人、自分がもう一人いるんですね、うん、そのもう一人の自分を認識に上げて、人生を変える、共同作業を始める時が双子座の時だっていうことなんですね、はい、でと言ってもどういうことかって分かりにくいかもしれませんから、ちょっとネガティブネタでやってみたいと思うんですけども、はい、あの、ある方が、あの、お母さんがとてもお金持ち で遺産をいっぱいくださるっていう方なんですけども、はい、とってもわがままのお母さんで、いつもあの自分のスケジュール無視して、今日ここに連れて行ってあそこ連れて行ってって言われて、もういやいやながらでも、あの権威のあるお母さんので言うことを聞いてたんですけども、はい、もう無理って思ったら、今度あの弟さんがね、それをあのしてくれるようになったらしいんですよ、うん、で時間ができてよかったなと思ってたんだけども、お母様があのね、最近ねって 弟が、あのいろんなことしてくれて本当に助かってるのよって言われたんです。でよかったように思うんだけども、表の意識の自我のいっぱいの自分はどういうことって、今まで私がしてたのにって、でそう弟ばっかりエコヒーヒーじゃないっていう気持ちが上がってきたんですよ、はい、でついお母さんにそんな風に言われたんですよね。でお母さんが、そんなことないのよって、お姉ちゃんの時もちゃんとね良かったと思ってたよって言われたんですけども、そのそういう、思考パターンがあるなって気づいたら、もう一人の自分がラッキーアイテムの情報を教えてくれてるから何って聞いてもらいたい。そしたら、うん、その時、弟ばっかりそんな褒めて、私の時には全然褒めてくれてないのにっていう思考がどうなってたら、どういう思考に変えたら未来の私にとっていい方向になるか、うん、こういう夏至の時って、あの院先生も言われたみたいにエネルギー強い時なので、プログラムに感情と言葉を込めたものを現象化しやすいんですよ、はい、だからどんな風な言葉に変えたらいいかっていうと、なんだお母さんって、私の時にもそんなにみんなに褒めてくれてたのね、なんだ嬉しくなっちゃったって言ったら、それがどんどん現象化していくんです。でも表の、あの表に出てる私の方は、私の時にはさ、言いたいことばっかり言ってさって、何を弟になったら嬉しそうな顔してっていうののプログラムがね、大体多くの人にあるんですよ、はい、でこれをそのまま口に出すると、私にはネガティブなエネルギーを出すお母さん、弟にはポジティブなエネルギーを出すお母さんっていうのがリクエストになっちゃうので、うん、それが今後起こってくるんです。あ、それむちゃやばいでしょ、うん、だからうっと止めて、何を望んでるかを言葉に出す、うん、で心はついていってなくて結構です。顔は、うん、あの、うん、顔に作ってもらいたいんですけどね目が笑うと脳に行くので、はい、脳がいいことがあったって判断するんですね。だから言葉にして、なんだお母さんいつも私のことも褒めてくれちゃったのねっていうのを目ごと笑って、うん、今マスクしてるから目しか笑いませんからね目ごと笑って言語化して、そうすると感情がついてきます。なんか、いや、なんか口先だけで言ってるけど、なんかいい気分になってきたなってなってきます。そしたらそれが夏のエネルギー、陽のエネルギーが現象化に持っていくという裏技、双子座のもう一人の双子の片割れが教えてくれるのに耳を澄ますという時期にしていただきたいなというところですね。面白い。感情が最初に出ちゃうものですけども、うん、実は自分がまず目から、そうそうそう、言葉から、うん、それから感情と。そうなんです。感情はね、もう後からでいいんです、うん、感情はこれ間違ってるよってことを知らせるためにあるので、ネガティブで最初来ます、うん、でそれをひっくり返せばいいだけなんですよ。でひっくり返して気持ちを持っていくには目ごと笑うというところをやっていただきたいなと思います。目ごと笑いながら、はい、ね、コミュニケーション、自分自身と対話も、はい、高めていくっていうことですね、うん、はい、
じゃあ次ねは星読み、はい、恒例のメイクアップポイント、はい、このキーカラーがレモンカラーなんですね。そうですね、レモンカラー今ね、あのよく目にするというか、今日も、ね、あの朝女優さんがねレモンカラーのようなワンピースを着てたところから始まったんですけど、偶然でこの、双子座ってやっぱりコミュニケーションとか言語とか言われますよね。で、支配性の彗星も、まあ、知性とか言語を司るので、うんうん、まあ、私たち一人一人の中にあるそういう、こう知性言語的なコミュニケーション能力的なものが活性されてる時がこの6月だと思うんですね。なので、まあ、私のおすすめはあの日常の中のこうワクワクをいつも以上に自覚的に探してみるっていうで、まあ、例えばなんかいっぱい今日はなんか5っていう数字を見るなとか、なんかそういう時ないですか？なんか通りすがった人たちがなんか楽しそうになんかこうスイーツの話をしてたとか、何でもいいんですけど、なんかこう言語でキャッチしたことをなんかこうワクワクとして自分に取り入れて、あ、じゃあ今日ね、なんかあのプリン食べてみようとかっていう感じで、なんかこうそういうのにこう意識的にこうなる。で日々意識的になっていると、まあ、メイクで言うとですね、あの何気にせずにどこが、ね、今日なんかワクワクするかなみたいな、まあ、色選びとか、まあ、その何を使うかっていうアイテムもそうなんですけど、自分の中でなんか のそれこそもう一人の自分とこう対話するのにこうメイクをする10分15分ってすごくいいと思うんですよね。でなんかね、マスク生活だからなかなかもうほとんどしないのって言われる方が結構いらっしゃるんですけど、いやいや自分のためでね、この自分がその毎日こうワクワクを拾った数だけ、それがやっぱりその人のこう雰囲気として外に出るものなので、まあ、日々ですね、そんな感じでなんか誰にも会わないけど自分がワクワクするためにちょっとその絶対なんかもうしっかりしなきゃとかじゃなくて、ワクワクする範囲でメイクもし、そして日々のそういうサインにちょっとこうあの敏感になるっていうのが、まあ今月の過ごし方のおすすめかなと思います。そうですね、まあ、こういうちょっとねジメジメした季節だからこそ、なんか自分の中からそういったワクワクしたものをキャッチしていく、それとっても大切ですね。はい、では最後に6月におめでたい日があるということなんですけども、そうですね、あの大吉日をまあ4つぐらいまあ設定させてもらってるんですけれども、その中で特に6月15日、まあ、この日がまあ本当にまあ最大吉日っていう感じなんですけど、1年の中で一番ってことですか？いや1年の中で一番ではないんですけど3番目にいい日です。3番目ですね。番目なるほど。というのがですね、あのこの1年ってちょっと特殊だったんですけど、あの一粒万倍日って皆さん聞いたことあると思いますが、それとですね、1年に4回しかない転写日っていうのがあるんですが、その転写日と一粒万倍日が重なった日っていうのが今年3回ありまして、それが第1回が1月16日、で2回目が3月の31日、これはこの洋上大学のオープン日でもありましたよね。はい、1月16日は仮オープン日で、狙ってたんですね。何します6月15日とか言って。そうですそうです、何かした方がいいです。何かしないですね。でその最後の3日目っていうのがこの6月15日っていうのがありまして、まあ、一粒万倍日っていうのがまず何かをスタートするのにいい時で、その時に始めたことは成功するって言われてるところです。で転写日はですね、もう神様に全て許される日というふうに言われてて、なのでは何かを始めるとか、まあ、何かを終わらせるということはそこからまたスタートがあるので、何かを終わらせるっていうのにもあの使える日だと思いますので、了解です。ぜひこの日はね、皆さん何かを始めたり目標設定をするっていうのでもいいでしょうし、使っていただきたいなと思って、なる宣言するとかでもいいですね。あ、いいです、いいです、わかりました。そうですね、はい、なるほど、ぜひご利用ください。ね、ね、今月であの2021年半分が終わりますからね、後半戦に向けてこの6月15日何かね、見直したり、はい、ぜひぜひ目標設定するのはとてもいい日ですね。
はい、まあ、いろいろお話を伺って6月どう過ごせばいいかっていう、なんかすごくいろんなヒントを今日お届けできたかなと思っております。まあ、食べ物からこう、ね、湿気を外に出したりとかですね、香りも使ったりとかで、メイクをしながらこう自分の中でいろいろこうワクワクするものを引き出していって現実を引き寄せてみたりですね、まあ、そうしたいろいろ自分と対話をしながら、まだこういったジメジメした季節ですけれども、何か楽しいことを見つけながらまたいい6月を過ごしていただければと思います。はい、では養生時間6月編をお届けしてまいりました。皆様にとって良い6月になりますように。目が笑う、笑う。ありがとうございました。ありがとうございました。